皆さんこんにちは。コーヒーを愛しすぎた男、岩崎泰三です。本日はエチオピアのコーヒーについていろいろと語っていきつつ、入れ方を実際に皆さんにご覧いただきたいと思います。エチオピアのコーヒーといえばナチュラルなのかウォッシュなのか、もう大きくキャラクターの違う、もうエチオピア単独でも様々なコーヒーの味の世界が生み出されているというね、もう本当に深いジャンルなんですよ。しかも最近はエチオピアといえば浅煎りで飲むことがほとんどですけども、まあ、そもそもエチオピアのコーヒー、モカのコーヒーって呼ばれてた、まあ、喫茶店の時代においては深煎りでも素晴らしい存在感とキャラクター性をね出してきてましたから、エチオピアコーヒーについてちょっと10分や20分で語り尽くすのは無理なんですけど、今日は私の焙煎したエチオピアのウォッシュ、ウィルガチェフェのウォッシュですね、こちらを最大限に美味しく楽しむための入れ方ということで皆さんにお伝えしていきたいと思います。こちらの動画の中で抽出の一部始終を皆さんにご覧いただきたいと思っておりますので、ぜひとも最後までお楽しみいただければ嬉しいです。そしてエチオピアのコーヒーのみならず、様々な私が愛しているコーヒーたちがこれから登場してくると思いますので、もしよろしければチャンネル登録の方もぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。さあ、それでは行ってみましょう。さてさて、エチオピアちゃん綺麗ですね。エチオピアのナチュラルとウォッシュと私のところではどちらも置いていて、まあ、どちらかというと個人的な泰三の趣味でいうとナチュラル派なんですよ。あのふんわりと柔らかい、まあ、酸味というよりは甘さが酸味を全部こうコーティングしているようなナチュラル大好きなんですけど、今日はウォッシュ編ということで鮮やかなフレーバーの世界をね楽しみたいと思っております。最近私の方で買い付けているエチオピアのウォッシュは産地が少し変わりまして、大きく言うとシダモ地方っていう南の方で変わらないんですけども、まあもうこの10年コーヒー好きで知らない人はいないんじゃないかっていうような産地になりましたが、イルガチェフェ、イルガチャフィとかね、いろんな表記がありまして、アフリカの言語ってカタカナ化するのものすごく難しいんで、私はイルガチェフェっていつも呼んでますけれども、こちらのウォッシュコーヒーを焙煎しまして、今日は焙煎から1週間ちょうどというところで香りがまあかなり強くなってきているところですね。このエチオピアのウォッシュの特徴として、焙煎から 2-3 日はあんまり香り出ないんですよ。でこれが密閉した状態で1週間ぐらい置いておくとものすごい豊かな香りになるんですよね。不思議ですね、この香りの発生するタイムラグっていうのは豆の個性なのか、まあ、もちろん豆の個性と焙煎のアプローチによって決まってくるんだと思うんですけど、エチオピアのウォッシュは特に1週間以降が私はいいかなと思っております。ちょうど飲み頃のスタートという感じで今日はね、焙煎日が設定されております。うん、たまらない。もう香りだけで満足しちゃうね。もうね、ダージリンティー、まあ、あとはほんのり柑橘のフレーバーなんかも出てくるんで、アールグレーとかね、まあ、ティーの世界ですよね完全に。あ、うわ、そしてこの香りの段階でいくとブラウンシュガー、柔らかい黒糖の甘さがほんのり漂っていながら、キャラメルとかヘーゼルナッツとか少しナッツのような香ばしいニュアンスも出てきている。まあ、トータルでいくとやっぱりティーライク、まあ、あとはほんのり柑橘系のフレーバーで、もうこの豆の段階でもライムとかね、かすかにその緑っぽい柑橘系感じますので、うん、まあ、言葉で説明するの限界がありますねやっぱりね、うん、生豆茶もものすごい綺麗だったしね。さあ、今日はこちらのエチオピアのウォッシュを 20g で 260cc という基本抽出でいってみたいと思います。早速引いてみましょう。ペーパーは河野のシルキー、ドリッパーは泰三モデルということで、セッティングしていきます。さて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 、コーヒーの粉は今回少し細めに引いてます。まあ言うならば中細引きぐらいですかね、こんな感じですね。結構粗めに引くケースが泰三の好みとして多いんですけど、今回は先に言っておきますが、皆さんすごいスピードで抽出します。この式の特徴としてスピードを上げることもできる、
これは円錐ダービー企画でね、もう明らかになってますから、ぜひ概要欄でそちらも見ていただきたいところですけれども、円錐形の、まあ、この全体にまんべんなくお湯が行き渡るというね、この均質性、これと鴻巣式が持っている高速へのポテンシャルですね、高速抽出へのポテンシャル、これも最大限活かしていきたいと思います。温度はちょっと低め、85度、86度、ちょうどいいぐらいですね。今86度のお湯、抽出スピードはかなり速いです。さあそれでは行ってみましょう。ドリップスタートです。まず最初に全ての粉にお湯を染み込ませるという段階、結構ゆっくり入れるんですねというふうに見えるかもしれませんが、これはゆっくり入れているつもりはないんですよ。これ以上のスピードで入れてしまうとお湯が上の方から横に流れてしまうんで粉が吸い込んでくれないんですよね、結局のところ。だこの最初にじっくりと豆の状況に合わせて注ぐっていうのは絶対に必要になってきますから、まあ、そういう点でも注ぎやすいポットっていうのはね、ある程度必要ですよね。さあ 20g に対して 20cc きっかり入りまして、下からポタポタポタと今出てきました。この状態でコーヒーの表面はかなりガスがモコ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 出てきてますね。全ての粒からガスが放出されているという段階、このガス放出をずっとね気長に待ってあげるというのが、この浅煎りコーヒーの途中から高速に切り替える場合のね、一つ最初のポイントですよね。待ってあげる、この顔見てるとガス抜けたよってそろそろ言いますから。よし、 OK、 じゃあ行ってみましょう。ここからですよ、一気に攻めます。さて行きましょう。センターからこのドームを外側に向かって開いていくイメージ、一気に最高速まで行っちゃいますということで、鴻巣式のドリッパー2人用、この上の縁ギリギリまで注ぎました。待ちます。ドリッパー内のお湯が約 50% なくなりましたら次のドリップです。この時は細く入れないでくださいね。太いお湯で中のコーヒーの粉の層を動かすような、あえて強いお湯を中に注いでください。どちらかというと表面よりも奥の層にお湯を差し込むようなイメージですね。で奥の方に入ったお湯がこうやって回る感じで、これは紅茶のジャンピングに非常に近いかもしれませんけれども、あえて粉を踊らせる、そういったドリップ方法です。これによってクリアさを極限まで保ちながらコーヒーのフレーバー、ユニークなキャラクター性を強く引き出すという、そういう作戦で今ドリップしております。さて間もなく仕上がりです。いい音。さあ完成、出来上がりました。いやもうね、コーヒー抽出しながら香りがもう最高です。この上質なダージリン、ファーストフラッシュのような香り、まあでもファーストフラッシュにオータムナルを混ぜたみたいな、ダージリンの中でも複雑な香りを持ってるんですよね。でほんのり柑橘、合成されてアールグレイなんですかみたいな香りがもう出てる。いやーすーごいいいコーヒー、すーごいが映っちゃったね、なんだか完全に朝飯です。もうすーごい冷たいです、風が。あー違う、すーごいいいコーヒー。さてでは皆さん早速飲みたいと思いますが、今日エチオピアから私が持ち帰ってきたカップ、いろいろね道具を置いてるんですけど、これでは飲みません。結局エチオピアのコーヒーもいろいろあるんですけども、エチオピアのこういうね伝統的なカッパの操作で飲む場合はもう少しまろやかなナチュラルのコーヒーとか、もうちょっと強めに火入れたコーヒーとかのが合うんですよね。今日はガラスの器でいきましょう。さて、コーヒーとは思えないです、もはやハーブティーですね。でも濃度はしっかりあるんですよ。
ってみましょう。メシアガーレ、最高だな。3段階4段階口の中で変化しますね。最初に明るいオレンジのニュアンスがパッとこう出てくるんですよね。でその後に、まあ、オレンジの中でもネーブルオレンジのような結構甘みの強いオレンジで、その後にそれがレモンライムのようにスーッてこう引いていく。そして中盤以降にヘーゼルナッツとかアーモンドとかああいったナッツっぽいちょっとねねっとりした感じのナッツ感出てくる。で最後にブラウンシュガーのアフター。この変化を言葉で言うのは本当に難しい。皆さんもぜひちょっと体験していただきたいですが、この最初のファーストのインパクト、口の中に入った時の良さと実際にそれを味わっている中盤と飲んでから液体がなくなってからですね、それぞれね違う美味しさがあるんですよね。一口で語るの難しいので監督に語ってもらいましょう。はい、それでは召し上がれ。香りの質が、いつものコーヒープラス紅茶が含まれてる感じ。そうなんだよね。だから紅茶単独とも違って、でもコーヒーっていわゆるコーヒーとも全然違って、その間のゾーン、だから普通のコーヒーに紅茶を混ぜるとこれになるのかな。その実験動画やりますか。なんか女性目線から言うと、コスメのところで香水に実は紅茶の香りみたいなたまにあるんですよ。それぐらいやっぱり人間の肌って紅茶に慣れてるというか。そうだね。でもこのコーヒーも紅茶の味っていうよりも紅茶っぽい香りが強いんだよね。これつけられるなって思う、もうこうやってちょんちょんいっちゃいたい感じ。それぐらいすごい心地がいい香りというか、いやー最高。なんか液体が少なくなってくるとカップの表面に残った液体から揮発してくる香りがなんかちょっとねカレーっぽい感じの、ターメリック感とかちょっとクミンみたいなスパイスの香り出てくる。カップに液体がなくなってから出てくる香りってあるんですよ皆さん。これはおそらくこのエチオピアのウォッシュは豊かでしょうね。こちらのエチオピアのコーヒーはかつてモカっていうコーヒーの銘柄で言われてたじゃないですか。モカっていうのはイエメンの港の名前ですけども、エチオピアのコーヒーはイエメンから運ばれて世界に出てましたからね。エチオピアイエメン総称してモカって呼ばれてたんですけど、今はもうエチオピアのフレーバーもエチオピアの中でも北部と南部とも全然違うし、エリアによってまたその作り方によって全然味が変わってくるので、もうモカっていうのはなかなか難しいって正直な思いがあるんですけど、でもなんかそのモカっていう言葉と銘柄の名前に漂うこのエキゾチックな感じ、あの独特の雰囲気っていうのはやっぱりこのコーヒーを飲むとこう無意識に心の中にパーってイメージが生まれるっていうかね、それある年代以上の話かな。あまりモカって聞かないですよね最近。もはや現代はほとんどモカって書いてあるのは昔のスタイルの喫茶店だけだもんね。だいわゆる最近のカフェに行ってこのコーヒーは必ずエチオピアイルガチェフェって書かれますからね。でもそのモカが持ってる特別な香りっていうのはやはり現代でも残ってますし、かつてコーヒーマニアたちが見せられてきた、これはねなんかやっぱりあるんだなって気がしますね。さあ今日はエチオピアのウォッシュをどうやって入れて美味しさを引き出すかということでドリップの様子見ていただきましたが、エチオピアのコーヒー私は心の底から愛してます。いろんなエチオピアの話したくてしょうがないんで、まあ、例えばエチオピアの国の特徴とかね魅力とかね、どういう文化なのかとか、いろんな少数民族がいて、まあ、もう村ごとに言葉が通じないぐらいさまざまな文化が入り混じっていて、まあ、そんな中で私も実際にエチオピアに行ってきた時にさまざまな景色見てきましたから、エチオピアについて語る編っていうのはねまた別でぜひ作りたいと思ってますし、こちらの私がもう飛行機の中でエチオピア航空の中でもうね大事にこうやって抱えて持ち帰ってきたジェズベね、
こちらエチオピアのコーヒーセレモニーをやるときに使うコーヒーポットなんですけど、これを使ってコーヒーを入れてみるエチオピアコーヒーセレモニー編っていうのもね、今後出していきたいと思っておりますから、もしご興味ございましたらチャンネル登録まだお済みでない方は登録の方もよろしくお願いいたします。今日もお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ハッピーなコーヒーライフを。